レートメモリー。では実際使っていってみましょう。まずね、画面をタッチします。そしてね、左下にね、ビューかな。そしたらね、ここに項目がいっぱい出ます。まず一番最初はね、マッピングです。後で説明します。で、これ時計モードですね。日付と時計が載ってます。そしてこれ設定を変えていますが、スピードメーターと G センサー、横揺れかな、車体が今どっちに傾いてるかとか、そういうやつで、これが方位ですね。東南シャーペン。そしてこちらがエコドライブなどの表示かな。そしてこれね、車が加速したり横揺れの G とかをね、感知します。左上のこのボールの部分は車が走ってる時に変化します。このこれが傾くと、ほらこんな感じね、ボールがこんな感じになったりします。前に傾くと前に車も一緒に動きます。こちら時速が表示されてて、こっちがね、車がどう傾いてるか、左右の傾きです。そして、車が前後に車体がどう傾いてるかっていう、こちらがセンサーです。満潮のグラフがね、ここに本来はバーって出ます。釣りをしてる人だったらね、こちらのグラフ活用できるんじゃないかと思います。そしてこれが平均速度か、グラフが出ます。走ってるとね、ここにグラフがこうね、波打ちます。だから自分がどれくらいの速度でどういう感じで走ってるかっていうのが表示されます。そして次です。こちらはね、今自分が設定変えてますけど、スピードメーターと G ですね、加速した時の表示、そして時計を表示してます。カラーも赤からなんですけど、青にバージョンを変えてます。そして次が時計とスピードと方位ですね。衛星をサーチしてますよ。はい、衛星をサーチしてますよ。で、そして、G センサーと横 G と、なんだろうね、なんかもう一個センサーついてます。そしてこれが、まあスピードとかエコドライブと、あとなんかがいろいろ組み合わさってるやつです。次が時計とスピードと方角と、なんだろうね、この一番右下、これわかんない。で、左下がもうメーター、パラメーターが表示されてます。これがね、多分全部の表示してますね。で、最後にフォトフレームですね。画像を保存していれば、好きな画像がここにスライドショーで流れます。はい、そして最後に、こちら GPS がね、即位できていれば、ここにね、 GPS がバーって表示されてます。今受信してる衛星がね、ここにビーって出ます。そしてね、私のお気に入りの項目なんですが、こちらですね。こちらをまずね、押します。そしてこれ自分が気に入らないなって時はね、プリセット選択します。するとね、ここの項目をさまざまな項目に変えれます。時計カレンダーに変えることもできます。時計、これで今時計が2個になっちゃったんですけどね、これにすると時計が2個になります。こんな感じでね、自分の好きな項目をセットすることができます。まあ、時計、方位、圧力、斜面、こんな感じでね、できます。だからおしゃれにね、設定することができます。速度で180キロから240キロの表記もできるので、まあ、リミッターカットしてる人だったらね、240キロ表記もできます。で、プリセット A を選択すると、まあ、様々なね、パターンが、配置パターンがありますので、好きな項目にします。で、この中も先ほどのようにね、内容を変えることができます。今これ光ってない部分はね、 OB2 かな、 BO2 かなのカプラーを挿せば使えるようになったりする項目もあります。そして次にプリセット A 背景選択をします。するとね、ここに今項目があるんですが、この背景にしたい映像を選べば、よし、カモメにしておこう。これにすることによって、はい、背景がカモメになったりするのでね、自分好みにかなりアレンジすることができます。カモメはダサいのでこちらにしておきます。じゃあ次に設定トップで画面の LED とかありますね。これを設定することによって画面の明るさが調整できます。
画面反転機能もあります。これオンにするとあの画面がねひっくり返ります。だからどっち向きにつけても問題はないってやつ。そして次に何と言ってもね、音声です。音声が 1,2,3,4,5,6 種類あります。一番最初はねこちらです。こんにちは、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 こんにちは。次に女性に、こんにちは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 、はい、はい、 Good afternoon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 。 そして唯一男性が一人だけね入ってます。こんにちは、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 こんにちは。さあそして僕のね、好みの女性の音声タイプは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、はい、大人の女性、こちらにしておきましょう。こちらの女性で設定します。 OK。 そしてね、今このテーマカラー青になってるんですが、設定トップに行きます。そこで待ち受けを押します。ここで一番右下にねベースカラーってあります。こちらのベースカラー種類が、8種類あって、今青にしてるんですが、じゃあ赤にします。 NEXT すると赤色になってます。赤ね嫌いじゃないんですけど、今僕のメーターと一緒に比べるとバックが青色になってるんですよね。ベースカラーは青色にした方がマッチングがかなり合うんですね。まあ主に操作としては、こんな感じで押さえておきましょう。はい、それでは実況の方をしていきたいと思います。今の音はね、私のサイバーナビの音です。高速度、制限速度は80キロよ。で、表示よりね、4キロから3キロほど速度が速く表示されます、このデータの場合ね。すぐ先、高速度、N システムがあるわよ。 N システムです。これは多分ね、問題ないやつ、問題ないやつです。はい、無事通過。NH システムがあるわよ。制限速度は80キロよ。800メートル、近づいてますよ。100メートル単位でね。700メートル、100メートル単位でお知らせしてくれます。600メートル、多分重要なやつがそういうことでしょうね。500メートル先、高速度 NH システムがあるわよ。カメラは左側、左だぜ、左にあるぜ。300メートル、自車速度は80キロ以下よ。200メートル、来るよ、来るよ。100メートル、来るよ。通過するわよ。よし、来い。どこや、ここら辺、暗いからわかんねえ。暗いからわかんないけどね、無事に通過することができました。よくわかんないんですけどね、実際通過してみたんですけど、特に昼間でもね何があるわけでもない。隠れてるんですかね。問題ない。取締りエリア外よ。先ほどの場所はね、エリア外になるとこのようなお知らせがなります。そしてなんかね、アイコン表示いろいろあるんですが、表示してるとこのようにね、画面にジョイフル、グッドイン、リンガーハットなど、そういうね、コンビニとかガソスタとかそういう表記もアイコンでできます。さあそして高速降りました。右方向、高速道レベル3、取り締まりエリアよ。スピードに注意してね。取り締まりエリアよ。スピードに注意してね。なんか高速の降りたところってこういうのが高速機動隊みたいなのがよくあります。はい、先ほどのエリアを通過したらこのように表示がね行ってくれます。そして、今度はアイコンを変えました。これ普段僕が使ってる感じです。今加速してるので、あの G センサーがね反応してます。
でブレーキすると G センサーがマイナス G でなりますね。で平均速度とかも表示してます。こういう時は気をつけておきましょう。毎回ねレーダーが鳴るわけではなくレベル1とかあるのでね、レベルごとになるかならないかそういう感じもあります。で今度はこれシンプルマップです。シンプルマップはもうほんとシンプルにレーダーにこう何か映るか映らないかみたいな感じですかね。でなんか補足したりするとなんかこのように警察が走ってるのかな、これすごい。で GPS がやっぱこうなんか障害物があるとね、補足できない感じで消えちゃいました。測位したの。でなんか左上にタクシーか警察か分かんないけど、なんかこっちの方に左上にいるよみたいな感じかな。はい、皆さん、ユピテルのレーダーいかがだったでしょうか。最新レーダーということでね、街を走り回ったんですけど、夜だったせいかあまりこうレーダーは反応しなかったんですが、昼間走った時でもね結構範囲を広げているとなんか広いすぎちゃうので、索敵範囲はね最適にした方がいいと思います。まあ、私はねレーダーメインっていうよりかはね、この液晶モニターのこのスピードメーターとかなんかそういうかっこいい感じのモニターが好きなので、こっちの方をメインで使ってるような感じです。レーダーでたまに引っかかればラッキーという感じですかね。まああとはねデータ更新ができていきますので、まあ、バージョンとしてはできるだけね新しいバージョンにしていけたらなと思います。機能面ではねなんかそこまで皆さんにこううまく伝えることができなかったっぽいですけど、まあまたなんか進展があればねお伝えしていきます。それではあなたのカーライフが楽しくなるように、あれ使えんじゃい。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。ツイッターもやってますのでフォローをぜひ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 よろしくお願いします。ぜひチャンネル登録してくださいよ。またね、バイバイ。